吉田さん、サチでーすみたいなサチャンネルですね。私も結構見てますよ、あれ。なかなか面白いなと思いますよね。やっぱこう、女性が屈託なくストレートに表現してくださること、結構信頼関係がこう築きやすいっていうかね、真実味がありますよね。まあ、もちろん性に関する情報っていうのは顔出ししなくても素直に受け入れられるところが結構多かったわけですけども、やっぱこう、若い女性がああいうふうに赤裸々にお話しすることっていうのはものすごく好感も持てますし、まあ結構ね、学びになるっていうかね。で、インターネットで溢れてる情報っていうのは、インターネットじゃないところで出てくるような情報にはなかなかないものがあって、でもそれが濃いファンや、やっぱ多くのファンを獲得するってことは必要なんでしょうね。必要なんだけども、でもなかなかそれを発信してくれる人とかがいないっていうところに、このインターネット情報の拡散のスピードっていうのがあるのかなと。だからその、いわゆるエロ情報っていうのも、思春期になるとみんな必要だと思って、周りの人からそれとなく聞いたり、情報が入ってくるものですけども、もっともっとね、公に、おかしなことにならない範囲で、積極的に、知らせてもいいのかなと思いますよね。だから私が中学2年生の時に、その性教育の、この保健体育の授業で、あったわけですけども、やっぱりなんかこう、いまいち先生も伝えにくいんでしょうね。オブラートに包んだような感じで、分かる人だけが分かるみたいな感じもあったし、そこでもう情報の格差とか生まれるわけですよ。少なくとも、教育機関っていうのは、情報の格差が生まれないように授業っていうコンテンツを作るべきなのに、受け取る人の力量によって分かる人分かんない人がこう意図的にね生み出されるみたいなところがあったりとかいうのはあったかなと。まあインターネットはね、自分の興味があるものを探して見に行けるんで、逆に言うとね、この愚かな人っていうのは愚かな情報を探しに行ってもっと愚かになるっていうこともありえるんですよね。で、賢い人っていうのは自分が愚かになる情報を避けて、自分がより賢くなる情報ばかりをつかみに行くんで、二極化が進むかなと。ちょっと私メモしたものがあるんですけども、二極化がなんで起こるのかってことなんですけどもね、格差のメカニズムですよ。今スマホで自由に情報がゲットできるんで、自分で選べるんで、賢くなる情報とか稼げる情報に自分で選んで手を出す人と、価値の薄い情報とか金持ちになれない情報を間違って手にする人、質の悪い情報とか嘘ではないんだけども扱うのに相当な個人的利益量が必要な情報を選んでしまう人がいるんですよ。単純に言って有料の情報って金なんか出してらんないよって方は永遠に有料の情報を開けることがないんですよね。でも情報にはコストがかかるからお金を払って当然。お金を払う、そしてその後に得る情報ってのはほとんどのお金が払わない人がリタッチできない情報だから、自分は情報の格差の上位に携われるはずだっていうふうにね、確認できる人はどん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 自分を育てるためにお金が使えるわけなんですよ。で、しかもお金を払った挙句詐欺師にお金持ってかれて終わりってこともあるんで、防御能力とかもつくわけですよね。じゃあどういったプレゼンだったら詐欺っぽいのかとか、どういうのだったら本当に自分に真実を伝えようとしてコストをかけていくのか、だんだん見分けれるようになりますよね。だってその詐欺師っていうのは商品を売るためにあれこれと罠を仕掛けるわけですけども、罠を仕掛けるのにも知恵がいるわけですよ。しまいにはその罠を仕掛けるためのその詐欺師の手法っていうのを自分が学ぶってこともできちゃいますからね。それに対してお金を払ってなんかとんずらこかれましたって言っても、あ、こういうふうな段取りでいくと人はお金払うんだってメカニズムが分かったりとか、なんかカスをつかまないためにどういうふうに接していけばいいのかなってことが分かっていったりするわけですよね。だから賢い人ってのは愚かな情報からも学んでいく。これをだから短い言葉で言うと、今日のまとめになりますけども、愚者は賢者からも学ばないが、愚かな人は賢い人からも学ばないが、賢い人は賢者は愚者からも学ぶ、賢い人は愚かな人からも学んでいくってことなんですよね。あなたはどちらでしょうか。いってらっしゃい。